週刊ウィルです。よろしくお願いします。また三好さんが何個目かの ネタを出してくれてますので、説明よろしくお願いします。これなんですけど、はい。ツイッターに貼ってるやつで、見ましたね。はい。これもですね、成分的には六角形っぽいけど、そう。ここにまあ、正六角形があるように見るんですけど、はい、そのひし形に分割した中をまた二つに分割しているという感じですけど、これがだから正方形の折り紙がまた重なってると思うことができまして、その正方形の折り紙をちょっとずつずらしていくと、なんかこんなうにゃ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 とこうなっていくという。最後のあたりとかは素敵な感じですね。そうですね。最後これ極限までいくと、正三角形になるのかな。ああ、正三角形と正六角形とかなんかわかんないですけど。ああ、はは、全体的にね。ええ。つまりタコ型になるんだね。タコ型。おそらくは。なんかあれですよね。正六角、あ、そうじゃないな。五角形の敷き詰めのちょっと若干エキスが似てますね。エキスがね。みんな出てくるのは四角形や。四角形。あれ？それは何角形なんだ？ 1、2、3、4、5、6角形なんか。六角形ですね。一つのパーツに注目する。でも、じゃあ、どっかを潰せばもしかすると五角形にもなるか。なるかもしれない。ちょっとわかんないで。で、この、まあ、正方形って今、が重なってるって言いましたけど、今見えてる六角形がどういう六角形かというと、なんかこういう六角形だと。ここが、ああ、見えてるやつね。はい。ここが120度で、ここは陶片、ここは陶片で、ここが90度と。そういう関係になってますね。このサイズが変わっても、ここが60度、ここが120度で、ここが90度。陶片、陶片。まあ、これも、この形を作って敷き詰めていくのは、まずまず、できると思いますが。正方形残しを やるのは少し、なんかちょっと、まだ技術が確立されてないな まあ、どっちかでやりましょまあそういう感じですね。で、これ、大元はですね、こちらの方、堀内さんって方が、こういうツイートされてて、う。ほうほう。で、これがそのものズバリだったんですけど、この方はなんか、直角三角形が重なってるよと思ってこの絵を描かれたみたいなんですけああ、ど、なるほど。私は正方形だと思ってそれをずらしていったということでございます。はい。まあ、素敵な。これはなかなか見栄えもいいですね。そうですね。ちょっと完成したらどう動くかああ、と本当思そうんう。ですけど、はい。まあまあ、何しろ作るのを急いで、後でまた正方形とかは足せばいいかな。もう手で足しゃいいかな。あ、ここ足んねえな、つって足せば、それはそれでも出来上がるんだ。はい、あ、どうもありがとうございました。また、粛々と。いや、いろいろ思いつくのはね、簡単に思いつく。ああ、そうね。まあ、すぐ実現できるといいですけどね。でも割合テンポよくは実現できてるはいるとは思うんですけどね。正方形残しが、ちょっとまだ技術が確立できてなくて、今回少し確立、あ、今回っていうのは今やってる作品がまたそんなやつなんで、そこなんか残るといいですけどね。楽しみです。はい。ではまた来週じゃないかな。次回ということはでい。お願いします。